っと戻れた。25分38秒、まるまる15分も遅刻するなんて、全部あの罰当たりな消防車のせいだ。臨機応変の力がまだ足りない。アシ先生、私まだまだ頑張るから。最後の一歩の始まりだ。よし、最後の一歩、記念写真を撮影しよう。最後にちょっと邪魔が入ったけど、今回のテスト難なく完成できたよね。もっと自然な表情しとけばよかったかも。眉間が少し緊張してるし、笑顔もこわばってる。彼とよく似てる。ううん、彼よりもっと優秀になってみせるよ、アシ先生。破天荒な想像力以外に、より完璧でより緻密な計画が必要だね。最終目的を達成するまで決して気を緩めたりしないから。怪盗になってまだ日が浅いから、計画外のアクシデントにはまだ慣れてないけど、でも今日この時までお父さんが残してくれた問いには全問正解した。これはお父さんがかつて守り抜いてきたもの。よくやった。ありがとう、アシ先生。最後の問いがまだ残ってる。最も肝心な問いが。リメカップ。もしお父さんの思い出と栄光を取り戻したら、彼の遺憾を補えるのかな。お父さんは私を理解してくれるかな。会いに行くべきかもしれない。うん。もう長い間来てなかったね。会社が倒産してからちゃんとした墓地を買ってあげれなかった。こんなに荒れ果ててる場所、突然野獣が出てきてもびっくりしないね。優秀な判断力。魔性だ。どうやらここを遊び場だと思い込んでるみたい。申し訳ないけど、これはあなたたちが欲しがるようなキラキラしたゴミじゃないよ。もっと大事な使命があるんだから。気をつけて。眠気シュワシュワビーンズを持ち歩いてて正解だった。お父さん、ハート・オブ・ロンドンを持ってきたよ。覚えてる？あのそそっかしい泥棒ってば、ナメクジのスプレーにびっくりして方向を間違えちゃって、挙句にこの石を持ったまま警備室に入り込んだんだよ。それから彼は過ちを正して、もう他人のものを盗むのをやめた。でも
今回私が経験したのはそのかわいそうな泥棒とは全く違った。新しい警備会社は用心深く警備ロボットを配置してた。警備計画書にある通り厳密な警備だった。でも彼らの警備はつまらないもので、全部警備ガイドに書いてある通りだったよ。一台の消防車がもたらしたサプライズの方が大きかったもん。今は泥棒たちにとってとびきりいい時代だと思う。ごめんね、これはお父さんにあげれない。明日夕方定時にウィリアム警部のオフィスに届いてないとダメだから。とっても重要な証拠なんだ。でね、それよりもっと面白いニュースを教えに来たよ。今のご時世、昔と比べるとだいぶ変わってるよ。もうすぐロンドンに到着するリメカップの警備サービスを担当している新人類社の社長、ミスター・アイバーソンを招待しました。長年警備会社を経営してきた彼にリメカップの過去について聞いてみましょう。数年前、リメカップは当時最も有名だった警備会社ラミレスに保管されていましたが、なんと一晩で謎の噴出劇が起きてしまったのです。そして翌日、ラミレスは突如紛失したリメカップを取り戻したと主張します。人々は喝采をして、ドキドキとハラハラをもたらしてくれた騒ぎに歓声を上げました。人々はラミレス社は自らの名誉を守り抜いたと思っていました。我々だってそうだと信じていた。ですが残念なことに、関連機関で検査を受けた結果、探し戻したリメカップは偽造品だと発覚しました。ラミレ社は偽造疑惑をかぶり、我々を含む同業者をも失望させました。彼らがずっと誇りにしてきた想像力は社会におぞましい結果をもたらしてしまったのです。我々はラミレス社が主張してきた警備理論を捨て、再びより科学的で頼りになる警備ガイドを作り出すしかなかった。そして定められたルールに従っていない警備理論は根拠のないジョークでしかないと証明されました。ふん、辛辣なコメントね。警備活動は規定の計画に従うべきです。精良な設備を使用し、安定した警備員も必要です。唯一必要ないのはおかしな想像力です。そして新人類の警備ロボットこそが正しい警備計画にふさわしい答えです。お父さんが当時リメカップを守る命令を受けた時、こんな日がやってくると予想してた？もしあの時リメカップを検査していたら、委託会社の取引記録を調査していたら、パトロールをしていた人たちのリストを確認していたら、そうしてたら今みたいに喋らない墓碑に向かって独り言を言うこともなかったのかな。いじけないでね、お父さん。私が証明してみせる。あなたと真逆の道を歩むことになろうとも。守るの本当の意味は防御することだけじゃない。攻撃することも含まれてる。アイバーソンにはもっと厳しい教訓が必要だよ。